仕留め損なった。でもな、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中、水の呼吸。鬼滅の刃、日の神血ブータン。さあ、行くぞ。妹のことは心配するな。これは？よし。とマコモによろしく。炭治郎、なぜお前が。死んだあの子たちの名を知っている。こんばんは。入り口は藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、山の中は全く様子が違う。久方ぶりの人肉だ。行くぞ。思った以上にすばしっこい。鬼の動きが見える。鬼の動きが見える。対処しやすい。今の俺ならできる。行くぞ。
なんだこの腐ったような匂いは。血の匂いだ。見えた。水で。
鬼の匂いが強くなったぞ。これは手形なんて大きさだ。それに周りの木がなぎ倒されてる。匂いが強くなってきたぞ。近い。痛い。獲物がもう一人。しかも俺の可愛い狐じゃないか。大きい。狐小僧。どうして鱗滝さんを知っているさ。俺を捕らえたのは鱗滝だからな。待て、あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだな、特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった獅子色の髪をしてた。口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったがすばしっこかった。それってじゃあこの二人はこの鬼に殺されていた。でも俺は二人と目印なんだよ。その狐の目にはな、鱗滝が彫った面の木目を俺は覚えている。役所の面といったか。それをつけているせいでみんな食われた。みんな俺の腹の中で鱗滝が殺したようなもんだ。お前が錆びたのだ。こう恨むなら鱗滝を恨む。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな。お前のおかげだけじゃない。お前に食われた者の仇は俺が取る。甘いんだよな。ああ、兄ちゃん。避けた。まだ動けるのか。それで心は強く、呼吸を整えるんだ。お前本当に鱗滝の弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。水ぐるま。魔物、二人は俺を強くするために俺に協力してくれた。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。だから俺は負けない。こんな鬼にする。ブラブラ。おっと。する。もらった。まずい。何の。
右に左に俺を翻弄しようとしているのか。小さい体は大変じゃ、うろちょろと。でも何をしても意味はない。俺はお前より大きい。体も強い。そして首も硬い。かわいそうなキツネだ。どうやって食ってやろうか。甘いね。おっと、いくぞ。頑張れ炭治郎。なった。でもな、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中、水の呼吸。大丈夫だ、俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。大好きな鱗滝さんのところへ。